じゃあもう一タイプの、2ベッドルームの部屋ですね、取っていきます。これもリノベート済みですね。はい、綺麗に、リノベートされてます。はい、まずはカメラに収めていきますね。はい、まあ、キッチンがこうあってね、キッチンも綺麗にシステム化されてて、下が木目、上が白い、色調の収納ですね。あと天板は IH 四つ口で、ビルトインのオーブンで、キッチンシンク、まあ、あと諸々の細かいのは全部ね、当たり前ですね、サービスアパートなんでしっかりとついてます。冷蔵庫があって、で、まあ、ちょっとしたねこういう収納が、まあうまいこと作ってるんですよね。これが見事ですよね。ちょっと引き出しがあって、ここにまな板がある。でビルトインのレンジもビルトインになっていると。はい、でこちらがリビングですね。はい、でまあ、特徴的にはね、リノベートしたタイプはこう、キッチンのカウンタートップからすぐにダイニングのテーブルが、テーブルではあるんですけども、椅子がねふわふわで結構気持ちよくて、はい、こういうタイプになっているのが多いですよね。で、ソファーセットがあって、コーヒーテーブルとテレビと、はい、この辺りはまあ大体一緒で、この横が、はい、ちょうど下がプールですね。はい、プールが見えてて、その先は、包帯、太鼓、チュックバック庫が 見渡せるっていう眺めですよね。はい、ちゃんと開閉もできます。はい、はめ殺しじゃないですね、開閉ができます。はい、でまずじゃあ、メインベッドからいきましょうかね。メインベッドルームここですね。こんな感じです。はい、もう大体リノベートすると、もうこのレベルって言いますかね、もう分かりますけども、非常によく作られてますよね。はい、でここはワーキングスペースがあって、ここにもテレビが、壁掛け型がついてますね。はい、まあ、完璧なワーキングスペースですね。はい、で、まあ、収納がちょっとこう引き戸の形式になってますけども、こんな感じで、はい、棚が4段、6つあって、で、クローゼットですね。でこちら側も、はい、同じように、はい、クローゼット、天袋もついてるというような感じですね。はい、いかがでしょうかね。で、メインベッドなんで、おっとっと、この、はい、先、ここがバスルームなんですけども、バスルームに至るまでのこの収納ですね。ずっと収納が、こう、壁面いっぱいですね。ここにセーフティーボックスがあって、ここもクローゼットがあります。はい、まあ、限られたスペースでよくこういうふうに作れるもんですよね。もう収納ばっかり、収納ですね。90平米の2ベッドルームですけど、はい、収納はかなり多い方だと思います。はい、この収納の壁面を超えてこちら、はい、バスルームです。バスルーム、はい、バスタブももちろんありますし、セントラルですから、ずっと熱いお湯が出続けます。はい、バスタオル等の替えも、ハウスキーパーさんのタイミングで、都度、変えてくれます。でありがたいのは、こちらが洗い場ね、洗い場です。はい、グラスシャワーの部屋、上からも落ちるようになってますかね。はい、これとこの横に、はい、セパレートでお手洗いで、ウォシュレット付きですね、はい、があります。まあ、お手洗いとね、バスルームを分けてほしいっていうのは、もう皆さん本当におっしゃることなんですけど、ちゃんとこうやってセパレートになってる。で、バスタブをずっと肩までゆったりと毎日お使いいただいて、はい、できるということですね。はい、壁面、この収納。はい、これがメインベッドルームですね。メインベッドルームです。はい。で、もう一つ、もう一つサブですね。ちょうどリビングを挟んで、リビングルームを挟んで、もう一つ。こちらですね。はい、こちらは、ツインですね。一つは、セミダブルかな。でもう一つはツインというタイプ。ツーベッドの場合はこういうタイプですかね。はい、まあ、全部屋はもちろん当たり前ですけども、ちゃんとこう窓がついててですね。で広い、窓がついてて、レイクビューが望めると。でこういうはめ殺しではなく、ちゃんと開閉できる。
空気の入れ替えができるような窓にをつけてくれてます。でここにもワーキングデスクがついてると。両サイドはキャビネットがあって読書灯をしっかりと、まあ、つけてくれてますね、はい、でこちらも、両サイドにこういった収納がねついてます。両サイドにこの収納、はい、がついてて、この収納の廊下を突っ切った先がバスルームですね。ここもバスルーム、2つ目のバスルーム、はい、ここはバスタブはつかないんで、サブベッドルームに付随しているバスルームなんで、グラスシャワーと洗面を挟んで、こちらがお手洗いですね、はい、お手洗いとバスルームは必ずセパレート、はい、2ベッドルームですから2バスルームになるんですけど、そのうちの1つのトイレにはウォシュレットが標準でつくという仕様になっています。でこちらが、乾燥機能付きの洗濯機ですね。あともろもろここも、はい、奥行きがあるんですけども、棚収納棚がこんな風にしっかりと、天井の上までついてると、はい、こんな感じですね。でこちらから入れる、ね、こちらからも入れます、はい、こっちからもバスルームに行けるし、はい、また、ここ右に曲がってここも部屋、はい、うまい具合にね動線がこう長くならないようにどこにでもこうスッとこう行けるような設計になっていると、はい、これが90平米の2ベッドルームですね。綺麗にリノベートされてますね、はい、いかがでしょうか。全室窓がついていて明かりが取れて非常に綺麗で収納がたっぷりですね、たっぷりあります、はい、いかがでしょうかね、パンパシフィックの2ベッドルーム90平米、リノベートされている部屋のご紹介です。